ジョイン。夏休み中の吉田さん、夏休みを利用して部屋の片付けをしています。いろいろ捨てたり必要なものを追加したり、今日はパソコンデスク用にいい感じの製品を見つけたんで軽く紹介します。サブチャンネルです。この時期としてはあるある商品ですが、 USB 扇風機を買いました。普通のミニ扇風機型ではありません。場所を取らないいいやつないかなと Amazon で検索した結果、バータイプを発見。これいいでしょう。当然安心と信頼のエレコム製です。吉田といえばエレコムマスターだよね。動画編集用 PC のマウスもエレコム製、作業付けのキーボードもエレコム製、エレコム信者と言ってもいいでしょう。パータイプの扇風機で横置きでも縦置きでも可能。一応ノート PC 用の冷却ファンとしても使えるそうです。まあそんな使い方しないけどね。電流は 0.4A なのでパソコンの USB 端子でも動くはず。なんでこんなの買ったかというと、めっちゃ暑いから。一応エアコン全開にしていますが、一切断熱材が入っていない欠陥住宅なので全然冷えません。外の気温にもよりますが、40度近いと30度くらいまでしか下がらないんですよね。6畳に6畳用のエアコンをつけたのは最大のミスでした。ちゃんと断熱された家ならいいのかもしれませんが、昔ながらのボロ屋の場合はワンランク上のエアコンが必要らしい。安物買いの銭失いですよね結局。で、気休めに USB 扇風機を買ったわけです。一応でかい扇風機も持ってますが、背中にしか風が当たらない。顔面側からも冷やしたいなと思って、このちっこいのを導入ですよ。モニター下に設置できたら最高だなと思って買ったわけですが、サイズ感的にはいい感じですよね。サイズは 67mm×65mm×296mm です。ファン部分あんまり作りは良くないですね。すげえ安っぽい。見た目はまあエレコムだよねって感じがします。ちなみに値段は2000円ちょっとだったと思います。無駄にタブレットを立てるためのスタンドも内蔵しています。正直こんな使い方する人いるんかいなとは思いますけどね。滑り止めのゴムは2箇所、長い面と横の小さいところ、縦でも横でも使えますよという仕様です。モニターの横に立てておくのもいいかもしれません。風量は3段階です。1、2、3。電源は USB 専用のコネクターです。電源は USB 充電器から取りました。アンカーのよくわからんやつですね。デルの24インチモニター下に設置します。このモニター下の部分が無駄に広いので入るかなと思っていたんですが、モニター下にくっついていた SD カードスロットが干渉。両面テープでくっつけていただけなので、無理やり剥がしたらいい感じに収まりました。奇跡的なくらいぴったりサイズで収まりました。邪魔にならなくてめっちゃいいよね。ちょっと音はデカめです。風量落としてもあんまり音量は下がりません。というか風量を下げた方がうるさいくらい。あまり作りが良くないので、回転数を落とすと回転が不安定になって振動が大きくなる印象。全開で回した方がいいかな。ね、風量もね、結構これなりにある、結構あるからね。風量もまあまあありますね。首元にちょうど当たる感じです。かなりこれいい。もうちょい静かだとベストなんだけどね本当は。マイクに風の音が入るんじゃないかと心配しましたが、あんまり入らなかったです。正確にはゴーという音が入り込んでいますが、 BGM を流せばかき消される程度ですね。問題ないと思いたいです。まあこれは完全に余談ですが、吉田さん日本を愛するあまり国旗を買っちゃいました。愛国心が溢れ出てますからね常に。 Amazon で1400円くらいで売っていたやつ、ペラペラで安っぽいです。吉田は特に海上自衛隊の旗が好きです。かっこいいよね。君が